高齢運転者標識。高齢運転者標識とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が、運転する普通自動車に表示する。形状は、4つ用のクローバーをモチーフに、4つ用に、相当する部分をそれぞれ4色に塗り分けている。以前は、大々色と黄色の2色に塗り分けた水滴や歯に似る、デザインで、初心者マーク。 若葉マークに比して、紅葉のように見えることから、もみじマーク、シルバーマーク、高齢者マーク、若年層が多い若葉マークに対し、枯葉マークなど、悲観的な俗称が多く、2011年、平成23年2月1日に、現在のデザインに変更された。70歳以上の者は、加齢に伴えつて生ずる、体の機能の低下が自動車の運転に影響を、 及ぼす恐れがある場合は、この標識をつけて、普通自動車を運転するように努めなければならないと、道路交通法は定めている。表示する際は、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に前方または後方から見やすいように表示するものとする。と、道路交通法施行規則は定めている。デザイン変更後も、当分の間は以前のデザインの標識を表示しても構わないと。 されている。周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ割り込みなどの行為を行ってはならないと定めており、違反者は初心運転者等保護義務違反に問われる。市販される高齢運転者標識は、裏面が磁石で車体に重複するマグネットタイプと、車内から窓ガラス等に重複する吸盤タイプの2種類がある。 道路交通法第71条の5第2項に75歳以上の者が高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することを禁じる規定があるがこの規定は道路交通法不足第22条により当分の間適用しないこととされているので現在高齢運転者標識の表示義務及び違反者に対する罰則はない 法改正により道路交通法不足第22条が削除されるなどして道路交通法第71条の5第2項が適用されることとなった場合はこの規定に違反すると高齢運転者標識表示義務違反に問われるこの規定に違反する罪を犯した者は2万円以下の罰金または過料に処せられる可能性があり過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も 同様に、2万円以下の罰金または過量に処せられる、可能性がある。酒酔い、酒気帯び運転等でない場合は、高齢運転者標識表示義務違反は、交通反則通告制度の対象で、検挙された違反者は4000円の反則金の納付が、通告される。反則金の納付は任意であるが、納付した場合は、刑事訴追を受けて、前述の罰金、過量に処せられることはない。 違反者は違反点数として1点が付される。本規定は普通自動車に適用され、タクシーなどの営業運転も運転者が75歳以上で、あれば対象となるが、大型バスや中型自動車以上の車種は対象とならない。道路交通法不足第22条により読み書いて適用される。道路交通法第71条の5第3項は、加齢に伴えつて生ずる。 体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上の者は高齢運転者標識をつけて普通自動車を運転するように努めなければならないとする。これは努力義務で違反者に罰則はない。高齢運転者標識を表示すべき者が高齢運転者標識をつけて車を運転している場合、 周囲の車の運転者はそれを保護する義務を負う。道路交通法第71条第5号の4は、表示者に対してやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをしてはならないと定めている。道場は、初心運転者標識、身体障害者標識、聴覚障害者標識の表示者に対する保護義務も、同様に規定しており、本規定に対する、 違反者は、初心運転者等保護義務違反が問われる。詳細は割り込み初心運転者等保護義務違反を参照。1997年平成9年10月30日の道路交通法改正で75歳以上を対象に努力義務規定として導入された。2002年平成14年6月1日に 努力義務の対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。その後、表示義務化を検討していた警察庁交通局は2006年平成18年12月に表示義務化を含む道路交通法改正試案を公表してパブリックコメントを募集した。2007年平成19年3月2日に表示義務化を含む 道路交通法の一部を改正する法律案が閣議決定され第166回国会に提出された。法案は参議院選議で審査された。付託を受けた参議院内閣委員会で自らが高齢者であるとの表示を強制することによって事件に巻き込まれる等する危険性の増えるリスクが考えられる一方、現実的な有効性は疑わしいと指摘されたが、 より重大な問題と思われる飲酒運転や、引き逃げ等に関する改正が、同法案に含まれることから議論が深まらなかった。委員会は2007年、平成19年4月17日に、全会一致で、同法案を原案通り可決すべきものと決定し、表示義務については、本法施行後の自己実態等を分析し、関係者の意見を十分聴取しつつそのあり方に、検討を加え、 必要に応じ見直しを行うこと、との文言を含む付帯決議をした。4月18日に本会議で採決され、賛成183反対4で同法案は可決されて衆議院へ送付された。反対票は社会民主党5憲連合の4名であった。送付を受けた衆議院で法案は衆議院内閣委員会に付託されたが、 参議院に引き続いて、飲酒運転問題や認知症対策などが質疑の中心となり、75歳以上の運転者全員に、高齢運転者標識の表示を義務することについての質疑はほぼ皆無であった。委員会は6月13日に、全会一致で、同法案を原案の通り可決すべきものと決定し、6月14日に、本会議で採決されて、既立多数で、 同法案は可決成立した。法案の成立を受けて6月20日に、道路交通法の一部を改正する法律、平成19年法律第90号が交付された。2008年、平成20年4月25日に、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令、平成20年政令第148号が交付され、 6月1日から表示が義務化された。違反の名称や反則金の被体、違反点数を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令、平成20年政令第149号も同時に交付された。義務化施行が目前の5月8日に衆議院内閣委員会で民主党の泉健太衆議院議員が高齢運転者標識の義務化について発問して、 審議された5月20日に市川一郎参議院議員が自民党総務会で後期高齢者医療制度問題で紛糾している時に高齢者マークの義務化をすれば大変な問題になる。そもそも高齢者にれ葉マークとは失礼ではないかと奔法思考を批判したことが報じられた。5月20日に警察庁は6月1日施行分の 道路交通法改正に対する交通警察としての運営方針について、警察庁交通局長名の通達を発し、留意事項として、高齢運転者標識については、違反の取り締まりについては、1年の間、指導にとどめること、の指示を明記した。2009年、平成21年4月24日に、道路交通法の一部を改正する法律、 平成21年法律第21号により75歳以上の運転者の高齢運転者標識表示義務の規定は当分の間適用しないとされて即日施行され75歳以上の運転者も高齢運転者標識の表示は努力義務とされた2009年平成21年7月23日警察庁は9月に代替案を再公募して デザイン変更を検討すると発表した。2009年11月から2010年1月にかけてデザイン案が一般公募され、検討委員会で応募14,573点の中から4案に絞られ、警察庁は現行マークを含めた個案について6月18日から7月17日まで意見を募った。2010年平成22年8月19日に 4用のクローバーにシニアの白い S の文字を組み合わせた4つ用マークに変更することが発表された。2010年平成22年12月17日に新しい恒例運転者標識の様式を定める道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令、平成22年内閣府令第54号が交付され2011年 平成23年2月1日から施行された、高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則の様式に、かかわらず、当分の間、なお、従前の例によることができるもの、とされて、従前の高齢運転者標識、もみじマークは改正後も使用が可能である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。